一個テクニックがあって、相手の視線をこの上下させるのがポイントなんですよね。でプラス左右入れるとテイクダウン狙いたくなくなりますね。簡単に言うとウサギが前後左右バンバンバン動いてたら、ちょっとタイミングをいつ行こうかなってこう失うんですよね。